ブルードサック。左が単独のもの、右上がカタツムリの触角の内部、宇宙が触角の外観、右下が正面から見たずメディアを再生するカタツムリの両触角に入り込んだブルードサックは宮中の属の一つで寄生中。ラテン語読みのレウコクロリディウムともカタツムリの触角に寄生してイモムシのように擬態し、 騙された鳥がこれを捕食し、鳥の体内で卵を産み、鳥の糞と共に卵が排出され、その糞をカタツムリが食べて再びカタツムリに侵入する。一般に寄生虫というのは中間宿主にこっそり隠れており、最終宿主がこれを気づかず食べることが多い。しかしロイコクロリディウムは最終宿主に食べられる、要<う>、積極的に、 中間宿主を餌に似せるところに特徴がある。この宮虫の卵は、鳥の糞の中にあり、カタツムリが鳥の糞を食べることで、カタツムリの消化器内に入り込む。カタツムリの消化器内で孵化して、ミラシジウムとなる。さらに中に10から100ほどのセルカリアを含んだ、色鮮やかな細長いチューブ形状のスポロシストへと、成長し、カタツムリの触覚に移動する。 なお、ブルードサックは一つの寄生虫ではなく、動かない粒状のセルカリアを多数内包した筋肉の袋にしか過ぎない。また、この芋虫状のブルードサックは、宿主が死ななければ、多数見つかる場合がある。袋であるブルードサックは激しく脈動するが、その運動方法や制御方法は、まだわかっていない。 ブルードサックが触覚に達すると、異物を感じたカタツムリは触覚を回転させて、その触覚があたかも脈動する、イモムシのように見える。このような動きを見せるのは、主として明るい時であり、暗い時の動きは少ない。また、一般のカタツムリは鳥に食べられるのを防ぐために暗い、場所を好むが、この寄生虫に感染したカタツムリは、 おそらく視界が遮られることが影響して明るいところを好むようになる。これをイモムシと間違えて鳥が捕食し、鳥の消化器内でブルードサックからセルカリアが放出され、成虫であるジストマへと成長する。つまり、カタツムリは中間宿主であり、鳥が最終宿主である。ジストマは変形動物らしく長く扁平な体をしており、腹に吸盤がある。 鳥の直腸に吸着して暮らし、体表から鳥の消化物を吸収して栄養としている。無償生殖が可能だが、雌有同体で交尾もできる。鳥の直腸で卵を産み、その卵は、糞と共に排出され、またカタツムリに食べられる。日本では、旭川医科大学の研究により、北海道からエルパートアバタムとエルパラドクスムが、 そして、沖縄からミキサイ種が発見されている。ブルードサックの色彩、模様から種の区別が可能だが、ジストマはほとんど区別がつかないため DNA、バーコーディングによる同定が必要である。ロイコクロリディウムに属する種は次の通り、ユーラガニムスマクロスタマスルードルファイ1802が L マクロスティマムとされることがある。 ロイコクロリディウムパラドクサムは19世紀初めにドイツで見つかった。その後、ノルウェー、北海道など各地で見つかっている。中間宿主は、オカモノアラガイの禁煙種作シニアピュートリス。最終宿主は、鳥一般であり、金華町から見つかった例がある。ロイコクロリディウムバリアエは北、アメリカに住む。アイオワ州、ネブラスカ州、オハイオ州などで見つかっている。 中間宿主は、ノービジュキシニアオバリスである。最終宿主は、小松組、カモメ、金華町など。ありがとうございます。